日本のみならず海外でも活躍している、極彩色にかける歌舞伎の「うなぎさやかファースト写真集、極あやと、2023年12月27日発売、再造館のカバーイメージと本編収録カットが届いた。うなぎさやか本人からコメントも出しており、そちらも合わせて公開。写真、プロレストゥデー独占公開となる本編収録の厳選カット。 国際色にかける歌舞伎者ことプロレスラーのうなぎさやかは、東京女子プロレス、似てうなぎひまわりとしてプロレスデビュー。対談後はリングネームをうなぎさやかと改め、スターダムの中心選手として活躍。2022年秋より他団体を中心に暴れ回る歌舞伎者として、ニャンキに突入して以降、海外団体のベルトを獲得するなど、今最も熱い視線を浴びるスター選手だ。 年末放送の国民的スポーツバラエティー、サスケ、12月27日放送、TBS 系、野鳥人気 YouTube チャンネルなどへ出演も控えるうなぎさやか。年明け1月7日、日曜日、には自身初となる自主興行、どのはご乱心から一番近世、が後楽園ホールで開催されるとあって、2024年は活都ならぬうなぎ年となりそうな勢いだ。その、うなぎぼり、 の起爆剤となりそうなのが、年末発売の写真集、極あと、だ。うなぎさやか自身も企画から参加したという今作は、戦隊物をコンセプトにした異色の写真集。当初から、極細レンジャー仮止名へ打ち、レッドブルーグリーンイエローピンクのオリジナル衣装に身を包んで鍛え抜かれた肉体美を華々しく見せている。しかも、 この5つの衣装は曲あやとオークションサイトにて全5回にわたって販売される。年末の12月30日、年明け1月1日の年またぎの3日間が入札期間となるブルー。翌週よりピンク、1月6日から8日、グリーン、1月13日から15日、イエロー、1月20日から22日と続き、ラストは1月27日から29日のレッドとなる。 伝説の始まりを感じさせるうなぎさやかの超貴重な完全オリジナル衣装オークション。詳しくは専用サイトをチェック。落札できなくとも入札に参加しただけで写真集、極あとより極上のアザーカットを画像データでもらえるという。とりあえず参加してうなぎさやかオークション祭りを体感してみては。さらに、写真集、極あと、関連のオリジナルグッズが登場する。T シャツやアークスタ、 ポスターなど個々でしか買えない曲あやとグッズが揃っており、こちらもぜひチェックしてみてほしい。ちなみに、歌唱だった、極細レンジャーは、超極細歌舞伎物語社軍団、超極細歌舞伎物五つもの軍団、と正式名称が決定。曲あやと、X アカウントアッ極細アンダーバービトーでは、可愛らしい SD イラスト版の超極細歌舞伎物語社軍団が日々最新情報を発信している。